ジェームズ・ティモシー・マッカーバーは、アメリカ合衆国、テネシー州メンフィス出身の元プロ野球選手、MLB の解説者、宇藤・ウヒダリダ。1959年にセントルイスカージナルスと契約してプロ入り。この年の9月10日27歳でメジャーデビュー。1963年から正捕手となり打率28、289。 よ九1964年のニューヨークヤンキースとのワールドシリーズでは23打数11アンダゴ打点。第5戦で延長10回に決勝3点本塁打を放つ。第7戦では本当も決めた。1966年には20世紀の保守では唯一の最多3塁打を記録。百六十七年も打率。十五点一四本塁打、十九打点で。 優勝に貢献し、MVP 投票で辞典に食い込んだ。二度目のフィラデルフィアフィリーズ在籍時、1970年代後半当時の正捕手はボブ・ブーンだったが、カージナルス時代からバッテリーを組んでいた大親友のスティーブ・カールトンの登板時には必ずマスクをかぶった。1979年限りで一旦引退したが、翌1980年に6試合のみ出場し、 4ディケード選手の仲間入りをした。引退後は解説者となり、フィリーズ、ニューヨークメッツ、ニューヨークヤンキース、サンフランシスコジャイアンツと各球団で専属の解説者を務めた。全米ネットでは ABC、CBS、ホックスで出演しており、ワールドシリーズの全国放送で計24回解説を担当している。2012年には野球放送における 殿堂入りにあたるフォードシーフリック賞を受賞した。ありがとうございます。